トンマー・ゾ・ブシェッタは、イタリア、シチリア島のマフィオーソ。1928年に、パレルモで生まれる。父は、ガラス加工の職人で裕福な家庭だった。ブシェッタは11番目の子で末っ子だった。生まれた時に、両親は共に44歳だった。17歳で20歳のメルキュオーラカバーロと結婚する。その直後に、マフィア組織に入る。その1年後に、 最初の子供が生まれる。その頃は、父のガラス加工の仕事をする傍ら、闇市で物資を売りさばいていた。1947年に、サルバトーレ・ジュリアーノと会っている。この時に、ジュリアーノに構想に誘われたが、一緒にいたサルバトーレ・グレコが断っている。1949年に妻と二人の子供も連れて、アルゼンチンに移住する。1950年に、 ブエノスアイレスで3番目の息子が生まれた。しかし、アルゼンチンでは思っていたほどの生活はできなかったため、1950年の終わり頃に、ブラジルのサンパウロに移り、そこで、コンカ道路というガラス店を作り生活する。しかし、なぜか1952年の終わりに店を売り払い、イタリアへ帰ることにした。この南アメリカからの帰国と、両国でのブシェッタの生活には、 謎が多いと言われている。帰国後に本格的にマフィアの活動を始める。ポルタヌオーバ地区のラバルベイラファミリーの一員として、ゆすりとタバコの密売をする。1958年3月にローマでタバコの密売と犯罪関与の罪で初めて逮捕される。その後も麻薬密売、武器不法所持、強盗、強括殺人、死体遺棄などで、 逮捕されるが、その度に、証拠不十分で釈放される。50年代後半から60年代の初めにかけては、ミラノやコートダジュールなどで生活をしていた。この時ミラノでは、ジョーアドニスとも親しく付き合っていたという。ブシェッタが、マフィアに入った頃、ちょうどマフィアが、農村から都市へ進出した頃で、都市型に変質し、構成員を大幅に増やした時期だった。 50年代のイタリアの経済成長と一緒に、マフィアも成長した。しかし、60年代に入ると、公共事業、麻薬、タバコ密輸の主導権争いで抗争が起きる。この時の抗争を第一次マフィア戦争と呼ぶ。その抗争に、ブシェッタのイルラ・バルベーラファミリーもいたが、ブシェッタは、自分のファミリーを裏切りサルバトーレ・グレコのファミリーの方へ行き、グレコのファミリーが勝利した。 この時、アンジェロ・バルベーラを襲った殺し屋の一人が、ブシェッタだという。その後、抗争に目をつけた警察が、本格的に、マフィア弾圧に乗り出し、150人以上が逮捕され、ブシェッタにも逮捕状が出たが、彼は妻をステベーラ・ジロッティという愛人とアメリカへ逃亡する。1965年に、アメリカへ渡ってきて、マヌエル・ロペスカ・カデーフという偽名でジロッティと結婚する。 最初はカルロ・ガンビーノに仕事の世話をしてもらったりした。1966年の終わり頃にはガンビーノから金を借りピザ屋を始めた。ピザ屋は繁盛し、息子たちに任せたという。アメリカに住んでいた時はカルロの弟のパオロ・ガンビーノやポール・カステラーノとも付き合っていた。表ではピザ屋だが、裏では麻薬取引をしていたと言われている。やがて密入国が割れ、 国外追放になり、ブラジルに移住する。1971年6月に不法入国で、ブラジルのリオデジャネイロに行き、そこで20歳年下のクリスティーナ・グイマレスで、アルメーダというイタリア系女性と出会い結婚する。彼女の父親は弁護士で、ブシェッタはその法律事務所で働いたという。この頃は、トンマーゾ・ゾロベルト・フェリーチェという偽名を使っていた。二人の間に子供もできた。 この頃頻繁にイタリア、アメリカ、カナダに出入国し、麻薬取引をしていたと言われている。1970年代にブラジルで生活している時にカモンラのボスのアントニオ・バルデッリーノと親しくなる。そして彼と麻薬取引で協力関係を持つようになる。しかし、このことでブシェッタと敵対していた。これでオーネ一派と彼らと協力関係にあった。 カモンラのヌバレッタファミリーとバルデッリーのファミリーの間で構想になった。その後、1972年10月にイタリアへの麻薬密輸で逮捕される。その時にマフィアとの関係を聞き出そうと、抗がんや肛問に電気ショックをかけたり、爪を剥がされるなどの拷問を受けた。それでもマフィアについては一言も話さなかったという。 八年の刑を宣告されるが、何も聞けないとわかると、ブラジルから追放され、イタリアへ身柄を引き渡された。イタリアで刑務所に入れられるが、この頃からジョゼッペ・カロに対し不信感を持つようになる。八年間刑務所に入ったが、その間、毎日のように妻のクリスティーナは、面会に来たという。1970年代に、ウッチャルドーネ刑務所に入所していた当時、 マフィアの構成員が当時カリスマ的なブシェッタに敬意を払い、ブシェッタのいる独房に挨拶に来るため、ブシェッタは、独房からも出され、廊下を自由に歩くことも許されなくなったという。1980年6月に仮釈放の時に、刑務所に戻らずに逃亡。その頃に、ボスのカロや、友人のステファのボンターテ、サルバトーレ・インツェリッドと会い、組織の中で、 再び活動しようと再計画を練る。しかし、この頃、ルチアーノ・リッチよ、サルバトー・レリーならのコルレオーネの一家とボンターテ、インツェリッドの間に、麻薬取引をめぐり見学になっていた。ブシェッタは、両派の仲裁に立とうとしたが失敗し、1981年1月に、ブラジルに戻る。ブラジルにいる間に、ボンターテとインツェリッドが、コルレオーネの一家に殺された。 そのためブシェッタは、コルレオーネと対立するボスのガエターのバダミンテと連絡を取り反撃の計画を練るが、計画が察知され1982年に二人の息子アントニオとベニデットが誘拐されその後、二度と姿を見せなかった。二人は最初の結婚でできた子だった。その後も自分の兄などの肉親が殺される事件が続いた。そのため、計画を捨てたという。 そのような中、1983年10月24日にサンパウロで麻薬の国際取引で逮捕される。1983年ブラジルの刑務所内でピッポ・カロが弟と二人の息子を殺害したという知らせを受ける。カロは二人の息子の名付け親だった。翌年の7月3日にイタリア政府に身柄を引き渡させた。 その時に隠し持っていたストリキニーネを飲み自殺を図ったが失敗する。その直後に司法当局に協力する。1984年7月16日に犯罪組織についてジョバンニ・ファルコーネ判事に告白する。ブシェッタは告白の理由について、マフィアが本来あるべき姿ではなく、殺人集団になり下がったことに幻滅したという。また、 二人の息子が殺されたことも告白の理由だった。告白の時組織の名前をコーサノストラシチリアーナと言った。ブシェッタは証言の時コーサノストラを歪め価値を失わせたのは麻薬取引だと言った。ブシェッタは告白をしたがビートチャンチミーの以外の政治家の名前は誰一人として出していないこの点についてあるジャーナリストに憑かれると 私は気違いだと思われてしまう。なぜなら誰もその名前を信じないだろうからと意味深長な発言をしている。このことには、マフィアと継がなりのあるジュリオ・アンドレオッティに対する威嚇とも言われる。ブシェッタは4年の実刑を受け服役した。その後、麻薬密輸の裁判の承認としてアメリカ政府に貸し出された。その後、マフィアの殺し屋の追及を交わすため、 アメリカで整形手術を受けたとも言われる。2000年に病死した。早熟で頭の回転が早かったという。プシェッタは17歳でマフィアに入った理由を、その当時の若い男の望みといえば、周囲から尊敬されることだった。名誉ある男と思われたかったと語っている数多くの麻薬取引で悪名を馳せるが、本人は麻薬を扱ったことは一度もないといい。 麻薬取引を強く否定している。ブッシェッタに脅迫された建設業者は彼のことを残忍さを感じるほど厚かましく、高慢で、尊大で、うぬぼれやで、上流階級との信仰をひけらかすと言っている。一家のボスのジュゼッペ・カロとは1950年代初頭からの35年の付き合いがある。カロが自分を差し置いてボスになった後も彼を立て、 昔と変わらない付き合いをした。敵からも味方からもドン、マシーノと呼ばれていた。22歳の頃には殺し屋として名が知れていたという。女性には非常にモテたという。ラッキー・ルチアーノのことを彼は私にとって神話上の人物だった。彼は私を出会った時から気に入り、死ぬまで可愛がってくれた。私は毎日彼に会いに行った。 多分私が若かったせいもあるだろう。彼にはそやで意地の悪いところは一つもなかった。私だけではなく、誰にでもそうだった。と語っている。ラッキー・ル・チャーノは礼儀正しく、洗練された身のこなしで、独自の魅力を持った人間だったという。ありがとうございます。